はい、バッテリーチェンジしました。あとは帰りますか。見るもんですね。こっちから曇りになってってんだ。
だけどな、朝来るときはすげえ寒い。どこまで続くかな。サイダーでウイスキー割り飲もうかな。最近コーラのクリアで、ウイスキー割りで飲んでたりするんですけど、やっぱあれ甘味料にあのカロリーゼロの使ってるんで独特の甘みなんですよね。残る若干後引くあれがちょっとえぐい感じになっちゃうんですよね。癖の強い、あのぐらいが好きですね。なんであれのコーラ感のままに砂糖だけ変えてほしい砂糖に普通の砂糖とか液糖とかにして、あの甘すぎなくしてくれたらもっといいな。ラーメン本当美味しかったな。陸前高田行ったらあそこ行った方がいいっすよ。隣で産直というかなんかそういうあのお店の入り口の横に前はホタテとか売ってたんですけど今売ってないんですよね。なんかあったんですかね、わかんないですけど。なんでホタテ売ってたら買ってみてください。本当に肉厚でブリッとした肉で本当美味しいんですよ。焼いて食べるもいいし刺身でもいいし。陸前高田が一番ひどい感じするんだよな、ここが。
なとこまで来たの。この川登ってきたんだね。逆流して。風が気持ちいい。寒かったから。不動岩って中龍が可愛い。ゾウもいる。大友町裸参り。不動岩ってこれのことか。おお。すげえ、確かに。みんなつながってるんですね、これ。
サザレ石みたいな感じだよね、なんかでも。あ、ここででも亀裂が入ってるんだ。巌流神社か。巌流神社の辺にそびえる不動岩は高さ54メートル、巨岩で岩の面が龍のうねった形に似ているとやれ、岩のふもとに不動明王を祀ったもので不動岩。へえ。不動岩、はあ、すんげえでかい。それで不動岩なんだ。カメラのバッテリーないな。変えていきますか。